はい、酒好きな俺の飲酒動画。ちょっと曲がっとる。始めていきたいと思います。今回は、琥珀恵比寿です。まあこれ前も飲んだんですけど、1年前ぐらいにね。なんかまた、発売したんで、限定醸造なんですけどね。うん。まあ飲んでいきたいと思います。琥珀恵比寿、限定醸造。アルコール度数 5.5%。ね、懐かしい。まあ、琥珀恵比寿といえば、まあ、俺が飲んだ感想としてはね、まあ、いわゆる、ただのビールと黒ビールを混ぜたようなやつですね。はい、ということで、今日のつまみは、ソイカラ。オリーブオイルガーリック味。なんかね、音がね、するんですけど。これ何なんだろう。まあいいや。ね、初めて食べます。それでは乾杯。うん。うん。美味しいですね。うん。わっち。すごいですね、これね。すごい形状してる。で、なんか入ってる。これ大豆らしいですね。ほんとかや。うわぁ。これすごいな。どういうことこれ。ジッパーなし財布パック。開け口をへこみの位置まで折り返す。ああ、そういうことか。よくわかんねえ。まあいいか。ああ、久々にビール飲みましたけど、うまいね。ああ、やっぱ寒くてもね、たまに喉乾くんで。まあね。琥珀恵比寿。で、ググりましょう。うん。
アンバービール。アンバービールタイプに属す琥珀エビス。なんだ、アンバービールタイプって。アンバー A。 まあそういうタイプのビールがあるみたいですけど、すごいな、この太いから。食べたことある人、いるかどうかわかんないですけど。これすごいですよ。こう中に何か入ってるんですよ。あの、いわゆる、こんな感じ。中が空洞になってて、中に何か入ってるんですよ。これがね、ね、なんか BB 弾みたいな。で、この BB 弾みたいなやつがどうやら大豆らしい。丸ごと大豆らしい。しかもこれ大塚製薬から。ん？製造者大塚製薬株式会社だって。すげえ。大塚製薬かよ。ちょっとソイからでググってみ。スナックに見えて大豆です。結局これは、あ、これチーズ味あったんだ。これあんまり美味しくないわ。あ、ソイジョイのあれか。そういうことか。大豆はほら、栄養があるから、ね。ソイジョイとかの、あの、系列か。丸ごと大豆約50粒分だって。50粒分か。なんか、つまみにはならんね。これは。全然しょっぱくない。まったく。まったくしょっぱくない。でも、これは、無駄にこれ金かかってるな。中に大豆入ってんだもん、だって。丸ごと。どういう製法なのか知らんけど。ね。
これなかなか手間かかってますよ。道理で高いわけで、130円ぐらいしたの、これ。1個。意味がわからん。これは、俺がさっきから何をやっているかちょっと、これは、ソイカラを買った人には分かってる。これね、このソイカラね、後ろに書いてあるんですけど、ジッパーなし財布パックって書いてあるんですよ。それがね、よくわからない。とにかく。やったんだけど、もうなんか意味がわからない。わざわざこの形状にして、意味がわからない。まあ、いいか。これたった 27g ですね、これね。今見たら。27g か。全然しょっぱくないな。別にガーリックの味もほぼしないし。もうなんか無味。無味でもないけど。なんか、全然。もうなんかヘルシー食材みたいな。全然美味しくないね、これ。ぶっちゃけ。ぶっちゃけた話、全然美味しくない。なんか、まあ、ね、大豆食べたいんだったら、もう豆腐食えよって言ってやりたいですけど。大豆食べたいんだったら豆乳飲めよとか、豆腐食えよって。アホかと。いう話ですね。うん。まあいいわ。とりあえず、恵比寿の、琥珀恵比寿。こちらは、動かへんな。まあ、四つ星いいでしょ。うん。個人的に通常のエビスが一番うまいですね。なんだかんだいろいろエビスのシリーズ飲んできたけど。通常のエビスにかなうものはないでしょ。うん。うん。まあ、ということで四つ星。それではご視聴ありがとうございました。